塚原翔平は、茨城県結城市出身の元プロ野球選手。宇藤左木絹川小学校時代から野球を始めるが、野球より空手に打ち込み、関東大会で優勝経験を持つ。結城南中学校時代からは、南式野球部に所属。筑波修英高等学校2年生児の秋以降、公式戦、全6試合で58回に3を投げて、 投球界を上回る63振を奪い、一部では、茨城のドクター系とも評された。3年生時の夏の甲子園、茨城大会では初戦に先発登板し、2回に3を投げ6失点で、チームも敗れた。高校生時に、直球の最速は、時速 146km を記録。2010年の NPB ドラフト会議で、オリックスバファローズに4巡目で指名。 契約金4000万円、年俸500万円という条件で入団した。背番号は59。2011年には、ウエスタンリーグ公式戦15試合に登板。29回を投げて、1勝2敗、防御率3.72という成績を残した。シーズン終了後の周期キャンプでは、当時の一軍監督、岡田明信から高い評価を受けた。二千十二年には、 岡田からの推薦で一軍の春季キャンプに参加。4月24日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦での救援で一軍デビューを果たすと、4月30日の対埼玉西武ライオンズ、戦で一軍初先発を経験した。5月20日の対東京ヤクルトスワローズ戦では、一軍での初ホールドを記録。2度目の先発となった6月14日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で、 一軍初勝利を挙げた。オリックスで10代の投手が一軍公式戦で勝利を挙げたのは1995年の平井正止以来であった。さらに7月19日開催のフレッシュオールスターゲームではウエスタンリーグ選抜の8番手投手として試合を締めくくった。シーズン中盤に右肘の一部と右尺骨を骨折。同年9月に 幹部の手術を受けた影響で、2013年2014年には、一軍公式戦での登板機会がなかった。ウエスタンリーグの公式戦では、2013年に14試合の登板で2勝2敗、防御率3.86、2014年に27試合の登板で2勝4敗、防御率5.40という成績を残した。2015年には、 4月4日の出場選手登録を経て4月5日の対北海道日本ハムファイターズ戦に休援で自身3年振りの1軍公式戦登板を果たした5月8日には京セラドーム大阪での同カード9回表に休援で登板先頭打者の中田翔1 4後に大野翔太2に岡大会へ支球を与えたことによって1イニング3余死球を記録した さらに、一連の投球をめぐって、両チームの選手、首脳陣が、グラウンドに出る事態に至ったため、球審の山本隆則から両チームに対して、警告試合が宣告された。塚原自身は、シーズン中盤までにチームトップの12ホールドを記録していたが、右第1にあばら軟骨の損傷が判明したことを、機に7月4日付で登録を抹消。 7月24日の対福岡ソフトバンクホークス戦の救援当番で1軍に復帰すると7月26日の同カードでは延長11回1試からの救援当番でに、3回を無失点に抑えて1軍初セーブを挙げた1軍公式戦では先発の機会や勝利投手の記録がなかったもののシーズン通算で41試合に登板佐藤達也と並ぶ チーム2位の13ホールドを記録した。2016年には、セットアッパーとして、一軍公式戦、通算54試合に登板。4勝1敗13ホールド、防御率2.67という好成績を残した。前半戦には、セパ交流戦期間中の6月中旬に、首の痛みを訴えて一時戦線を離れたものの、一軍投手陣トップの39試合に登板。 3勝1敗11ホールドを挙げた。さらに、パシフィックリーグの監督推薦選手として、オールスターゲームのメンバーに初めて選ばれると、全2試合で、9円当番を果たした。シーズン終了後には、この年で現役を引退した小松清から、背番号28を継承した。二千十七年には、右肘痛が再発。一軍公式戦には、五月に四試合へ。 登板しただけにとどまった。10月16日には右肘のクリーニング手術を受けた。2018年には前述した手術の影響で実戦での登板機会がなく、シーズン終了後に育成選手契約へ移行した。移行後の背番号は125。2019年は時速1 4 0トル台後半の直球を投げられるまでに状態が良くなり、 7月18日にソフトバンクとの3軍戦で2年ぶりの実戦登板を果たした。しかし、1日ブルペンに入ると回復まで1週間近くかかるという状態だった。10月2日に戦力外通告を受けた。前述のような状態だったことから、塚原本人は戦力外通告を覚悟しており、3度の出術の末、右肘が元に戻らず、気持ちも折れかけていた。 悔いはないですと、現役続行の意思なく引退した。引退決断後の11月に、地元茨城県に戻り、セカンドキャリアを模索している中、塚原の性格から不動産会社勤務を進められ、埼玉県埼玉市にある小野寺不動産に就職した。また、将来的には、教員免許を取得し、指導者として野球界に戻るつもりでもあると語っている。 2020年には草野球デビューしていることを自身の SNS で明かしている。2021年7月には小刈りトルシニアのホームページでコーチに就任したことが発表されている。直球の最速は時速1 5 2トル平均で時速1 4 5トル前後。変化球の持ち玉はフォークなど。弟が二人いるが双子で、タイラと同じく。 筑波州栄高等学校の野球部に所属した。長尾唐が、当主、自定が保守を務め、高校野球公式戦で、双子バッテリーを組んだ。2012年、オリックス・バファローズの球団職員で、スタジアムアナウンサーを務めていた13歳年上の、藤井京子と結婚。2015年に1イニング三4 9のプロ、野球を残したが、2020年7月5日に、 元同僚の山本義信が塚原以来の同じ記録を残したとき、山本から報告を受けたという、ありがとうございます。